のこさん、お母さん、仲直りした、今、休暇したのか。さりげなく、かぶって、読者からこれ何って聞かせて、アクシーする。さりげなく、清志さん戦略ですか。これ何って聞かせて、アクシーする。これアクシーするの、これいる、いらないでしょ。イカのかぶり物してんの、俺ぐらいしかいないでしょ。コミュニティバスケットや、マッコさんいいですよ。どうぞ、いいですよ。じゃあ、これ29分。だからね、みんなそのパチンコスロットにこだわりすぎなんですよね。まあ別にいいんですけどね。うん。マッコさん、スタイプわかりますよ。どうぞ、いいですよ。誰か送ってくださいよ。だからね、そういう、その大阪の場合っていうのはそうだったんですけど、なんて言うんだろうな、こう、パチンコスロットやってる人って、なんかその、外のつながりが持てない人がすげえ多いんでね、なんかそういう人たちになんか出会いを提供できたら、なんか喜ばれるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん。神は忙しいんじゃないですかね。まあ今度は呼びますよ。はい。だから結構自分も今、いろいろ動いてきて、いろんな人と知り合いになれたんですよね、この2年間ぐらいで。まあ実際その、パソコンやってなかったら、まあありえない出会いなんですよ。まあね、僕の旅行とかっていろんなところに行ったりはしてましたけど、そこでその人との出会いって、まあ、なかなかできないんですよね。うん。うわぁ、パチンコは昔ほど稼ぎやすかったんじゃないですか。うん。飛び打ちで下がり卵を吸うと、まず感動した。そうだよね、本当に。結構その技術化、今のパチンコってなんかエラーが揃ったら楽しいとか、ね、勘違いしてますけど、やっぱその技術改善とかはね、その弾が当たった瞬間とか見えるからやっぱ楽しいんですよね。いつも弾が減ったのが弾がついたら感動しますよ、やっぱり。うん。こういうことに楽しさを覚えれば、まあパチンコの勝ちっていうのは結構近いんじゃないかなと思いますね。うん。どっかで変えてなかった？ID、なんか、なんだ、コミュニティじゃねえよ。沖縄フリーだけど、ガラムの技はなんであんな音深いんですか？音深いですか？まあ、使いにくいけどね、それがあの筐体の特徴なんでしょうがないですね。あれで一回作ったから、あの枠がずっとあれなんですよ。結局機械のオートメーションで作ってるんで、あんまり規格変更はないですよね。薬物とかはたまに変わりますけど、その場合でコストかけてらんないんでね。まあ、あれはそういう形でもですね。どこだ？あれ？もしもし？もしもし？はいはい。あ、こんにちは。お、どうも。こんばんは。あの、ゆとさんが間に入ってます。はいはいはい。どうも。3人ですね。わかんない。繋がってないんじゃないですか？でもいるな。え、なんか、ゆうとさんの、まあいいや、まあ。どうもどうも。わかんないけど、なんか、ゆうとさんが一緒に入る。はい。まあいいじゃないですか。まあいいか。はい。あ、そうですけど、ありがとうございます。あ、こちらこそ。どうですか、調子は。え？いや、調子最近いいですよ。いいですね。マジですか。そう、2万ぐらい取れる。パチンコ？パチンコで。いいじゃないですか。そう。
え、なんか実家に帰ってたから帰れなかったとかっていうのは。もう最近、いや、怒れなかったけど、うん、最近ちょっと買って復活したんですよ。いいじゃないですか。しっかりパチンコやってくださいよ。はい、マジで。マッサーさんってね、結構、熟成さんって有名なわけじゃないですかね。うん、あ、俺その有名かな。わかんないですけどね。今日、しゃべんな2回目ぐらいですよね。ニコ生とかやられてた方なんで。うん、自己紹介どうぞ。自己紹介、あ、自己紹介、まあね、25歳のパチプロで、25歳のパチプロで、久しぶり、あ、デッドライカー、デッドライカーもこの前、ね、リアルで会った、リアルで会いました。25歳くらい。やべ、頭が潰れた。頭が潰れた。え？あ？頭が潰れた。なんかね、なんだろう。イカの物の影がない。どうぞ。ははははは。とりあえず、キヨシもお前だって。ははははは。え？キレが悪い。今日はキレが悪いみたいですね。キレやりましょうか。まあね、全国的に換金下がった方が多いですからね。それで結構死亡した地域もあるんですけど、まあでも、はい、それでちゃんと上げてる地域も多いんで。うん。まあ、現状でね、あれ消えた？消えたかな？かけてきて。現状でね、やっぱ、投下交換主流ですけど、まあ、パチンコで投下交換って、まあ、完全に合ってないんでね。あ、ちょっと待って、今電話が来てる。お店も、うちでも、まあ、誰も喜ばないんでね。まあ、できればその低関係の流れができればいいかなとは思ってますね。どうぞどうぞ。おとなしい。パチに関しては、マッコーさん、何もせずだよね。どうぞ、食べてくださいよ。どうぞ。うん。いや、頑張ってよ。あ、ゴーさん、どうも。お久しぶりです。2月に行きましょうよ、早く。うん。マッコーさん、最近ニコ生やってないですか？ニコ生ちょっとやってないですね、最近。やってくださいよ。あ、そうなんですか。うん、なぜかっていうと、ちょっと有名になってきた感じですね。やばいじゃないですか。そう。だから有名になりすぎちゃったら、ちょっと顔出したらね、ちょっと危ないかな。じゃあ、俺みたいにちょっとマスクかぶせ、マスク。あ、確かに。マスクは。何かぶります？何かぶろうかな。かぶってくださいよ。カッカー。ウリマルサイカッカー。うん。なんかね、ちょっとなんかお面かぶろうかな。もう一回譲れないですよ。いらないって言っても、いい感じじゃないですからね。で、マッコさんより上手いパチプロっていますか？いや、いないんじゃないですか。自分一番上手いじゃないですか、多分。かっこいい。うん。どうせとか禁止するのは、28個はマックやって、33個以下禁止。ねえ、ほんとそういうのは作ってほしいですけどね。なかなか、それは難しいですよね。うん。うん。いや、実はお店が儲かるためには低換金が一番いいんですよ。うん。お店が儲かるためにはね。うん。お店がいないと、まあ、パチンコ打ちもいないんでね。お店に繁盛してもらうためには、まあ、それがいいんじゃないかっていう話ですよ。ああ。
下がってからなんか首開きやすくなったって。いや、そりゃそうですよ。これ実際開けられますからね。そうそう、うん、なんか回収して回収もしやすく開けやすくなって、なんかよ、なんかうちも楽だって言ってます。うん、それはそう、うん、それはそうだけど、まあ、結局その近所にでっかい灯火の大枠店があると、そっちに流れちゃうんですよね、お客さんが。ああ。それがまあ一番の原因ですよ。だからしょうがねえからみんな流って灯火にしちゃうわけで、勇気を持って、そこでね、がっちりとその、まあこの間のそのジャンボ宇都宮の話もそうですし、他の店も結構そういう店多いんですけどね。ああ。それで結構継続ができれば、それにね、お客さんが反応してくれるはずですからね。うん。マルファンはアクですよ。はい。はっきり言って。アクの、これ、マルファンなのじゃないですかって。マルファンのアクですけど、マルファンのアクが、あれはやめとこう。うん、いや、けど、だそれが、うん、すべてがすべて悪いわけじゃないですよ。そう。はい、だから、俺もマルファンを一応使ってるんで。うん。ただほら、あれがね、その業界を経営してる、やっぱりその大手の大型店なんで、もうちょっとね、あそこが変われば、まあ変わるはずなんですよね。うん。だからまあ、それはやっぱり良くない流れですからね。うん、その通りですよ。うん。だから今こそその流れをね、変える。今変えたら、それこそ救世主になれるんですよね、マルハンもね。ああ、確かに。うん。なんかそういう。そうかですか。うん。だからね、今その流れはないから、そのちっちゃいお店がね、なんか手を組んで、うん、まあ、マルハンも悪いことやったって叶うわけないんでね。そういうのをやったらいいんじゃないかなというのを思いますけどね。うん。うん。マルハンがね、関係に下げたっていうのは、ちょっとやっぱ、すごいなんか変わったっていうか。うん。うん。まあ、マルハン、あ、でもマルハンも関係に下がってから開けてますから、ね、何人。うん。うん。だから、別に全然悪徳じゃないですよ、そこは。ちゃんと悪化してくれるじゃないですか。そう、自分も良かったりしますからね。でも、全体、例えばほら、新規出店の店はいいけど、例えば地方のマーさんとかって超ひどいですからね。あのギャップは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、それが現実ですよ。どっかでもう改善して、一部でその華やかなそのミステリーだよね。まあ、見てみよう。いいマーさんも悪いマーさん。うん、その通り、その通り。だからそれも、ね、パチはその事前事業じゃないんだから、それは当たり前なんだけども、ああ、もうちょっとうまい営業すれば、もっと客が喜ぶからね。うん、ああ、それはまあまあ、今のマンハンさんは良くないんじゃないかっていう思ってるだけです、勝手にね、こっちは。ああ、うん、まあひどいですけどね、ひどいですけど打てる場合もありますからね。うん、そうだ、別にそのね、塾とか、なんかそういう、ちっちゃいコミュニティでこだわんない方がいいですね。よくないの、まあ今、実践さんを見てるかわかんないですけど、そのちっちゃいコミュニティで、うじうじしてると、そこだけの情報になっちゃうんで、もっと外に出た方がいいですね。外の勉強会があったら、外に飛び出した方がいいですね。はい。まあ新しい情報というか、まあ、それ基本の情報っていうのは絶対知ってるはずなんで、それをもとに外に行けば、正しい情報って絶対つかめるはずなんで、ちっちゃいコミュニティで、そのパチンコのうちもそうですけど、ちっちゃくちっちゃくまとまると、もう思考が停止するんですよ、そこで。まあ、全然発展性がないの。もうそれって、なんか人間としてもったいないんでね。まあ、勉強っていう意味合いでも、含めてその、まあ、塾とかなんとか関係なしにね。自分一人個人としていろいろ活動してみたらいいと思いますね。うん、だからね、自分ができることだけやってもね、成長しないんで、うん、やっぱできないことやってね、失敗してね、成長するじゃないですかね。パチンコできるから、パチンコだけやっても、できることだけやっても、成長しないんで。うん、本当だ。できないことやって失敗しても、そっちの方が面白いし。いいね。マコさんだって行動してるもんね。行動してますよ。いいじゃないですか。できないことに挑戦しまくってね、たくさん失敗を経験してね。それは偉い。絶対成長しますよ。ありがとうございます。うん。もう失敗経験はね、もう人より
偉い。うん。なんかもうちょっと、まあ結構いろいろやってるでしたっけ？ああ、ネットビジネスもやってて、うん、で、まあセドリーにもちょっと挑戦しようとして、今勉強教えて、うんうんうん、で、まあ、まあ、お金資金ができたら、なんかいろいろやってみようと、うん、不動産投資とか、うん、なんかね、何千万か資金できたら。うんうん、いいじゃないですか。いや、まだ若いから何でもできますよ。ありがとうございます。あ、ここに答えてくれって。どうぞどうぞ。あのね、動画で、ね、結果より稼ぐ実力が、大事ですね。いくら稼ぐ実力を持てるんですかっていうのは、俺は70万くらいはありますね。7、80万くらい稼げますね。パチンコだったら。いいじゃないですか。今さすがにそこまではやりたくないかも。いやけど今それやるんですから、ガッツリやった方がいいですよ。金できるからね。やっぱりほらお金って必要じゃないですか。そうですね。うん、やっぱなくなっちゃうとどうしても身動き取れないんで、いい時はやった方がいいですよ。ちょっとネットを休んでも、まあお金ってのは大事なんでね。ああ、そうですね。そう、まあ両方、うん、まあ、去年は結構状況厳しくて、1万5千とかで打ってたんですけど、もう今は2万結構打てちゃうので、なんか2万よりもっと高い台探そうとか、2万じゃやめよう、うん、打つのやめようかなとか、そういうレベルまで来ちゃってるんですよ。いいじゃないですか。いい時は打った方がいいですよ。結局パチンコもネットもそうだけど、行動しないとお金が一銭ならんでね。ああ、これで稼げるなと思ってても、思ってるだけで、実際稼がないとお金ゼロじゃないですか。やり口にやった方がいいですね、それは。ああ。うん。いつ、状況があるのかわかんないんでね。そうですね。はい。今ちょっと、ネットとかも、みんな他のことやらないと、今、もうパチンコばっかまいっちゃってるんで。そう、やった方がいいですよ。そうですね。そう。今でしょ。そう。当ててやった方がいい。ああ。同じ位置に。ちょっと待たないんですよ。もう、成長、止まらないっていうか、もう止まらないですね。もう結構成長してるけど、もっと成長しちゃうかな。かっこいいじゃん。いいですね。いつ東京に引っ越しするのって、資金ができたらですね。まあ、あれじゃないですか。月も60稼げるから。今資金ほとんどないけど、もう今月5、60稼いで、まあ100万、まあ来月も5、60稼いで、まあ100万とか、使うお金含めて70万とか貯まったら行くんじゃないですかね、と思います。そしたら、2ヶ月くらいあたりに行くと思います。もうね、それ目標立った方がいいよ。100万とか。ああ。うん、もう立った方がいいっすよ。で、達成したら、またちょっと一休み、一年と頑張るとかね。ああ。うん。結構なんかその、雑然としてると、なんか、中途半端に立ち向かって、中途半端にネットやってとなるから、結構ガツンってやった方がいいですね。ああ、今食える時。うん、絶対そういうのがいいと思いますね。そうっすね。まあね、そうっすね、調子出てきましたね、最近。うん、それはいいじゃないですか。うん、いい時にやっぱやるんですよ。ああ。ビジネスはそうですからね。いつもいつも言ってるわけじゃないから。ああ。うん、いい時にガツッと言って、やる人とかいっぱいいますからね。うん、それに。もちろん、あぶれてるのが一番ダメですからね。そう。うん。本当に今2万毎日打てちゃうんで。うん、羨ましいですね。みんな羨ましがりますよ、そんなの。もう、与沢さんのこの前。皆さん、こんにちは。与沢翼です。どっくらいですかね。素敵ですよ。マッコさん、ハーフ強いからね、結構何でもできそうだけどね。うん。で、小沢さん、今俺顔出してないからあれだけど、皆さん、こんにちはって言う瞬間に、あれですよ、顔を、首を横に振るんですよ。そうなんだ。最後は、みんな頭を縦に下げる。小沢さんの場合、横に振るんですね。いやー、なんか似てるかもしんねえわ。
大したもんだね。君はありますね。君の才能があるんですかって言うんですけど、君の才能はあります。はい。もう多彩だな。マットさん多彩ですね。初心者に教えてる動画をあげたんですよ。なんかね、なんか変なね、まあ、コメントが一つでね、うん、あの、君やめろコメントだって書いてあったもんで、うん、こう、緊張してね、返事したらは、もう帰ってこなかった。そうなんだ。だけど、アーカイブって全然答えないでしょ、マットさんは。え？もう答えないですよ、俺もう荒らされたら、もう荒らしてほしい、もう荒らし、あ、もう荒らしとか来るの楽しみなんで、毎回。叩く人とかね、もう叩いてくる人に相手するの楽しんでて。なるほどね。まあね、別に精神的に特に何も悔しいとか、そんなことないですからね。足通して世界に一度入るとなかなか抜けられない。まあ、それはそう思ってるだけですね。うん。だから生活を変えるのはなかなか難しいけど、勇気を持って一歩踏み出してくださいよ。お金あるから日本一周でも過ぎてくださいよ。世界変わるから。別に勉強してなくていいじゃないですか。パチンコを打たない一週間とか作ってみてもいいかもしれないですよ。うん。結構パチンコってね、暇だと行っちゃうんですよね。スロットもそうだけど。暇だとホールに入ってなんかねえかな、みたいな。うん、この時間にどっか行っちゃいって、道路走って、もう、車乗ってどこまでも行っちゃいなって。そうすれば結構なんか見えるかもしれないですよ。違う世界は。うん。で、言うと、パチンコスロットの世界に行ったらもうそこだけなんですよ。発展性がないんですよ、絶対的にね。まあ、そこで歩道を譲るのか別にいいですよ。うん。だからそれじゃあ、自分はもったいないと思うんでね。だから、その、違う世界を、どうですかっていうことを言ってるだけです。うん。勇気はいるけど、もう一歩踏み出すのは自分なんでね。なかなか抜けられないとか言ってるうちは抜けないんですよね。そんなこと言ってるんだったら、今からもう、持ってて、俺は抜けてやるんだとか言って叫ぶぐらいの勇気になった方がいいと思いますね。まあ、通報変えちゃうかもしれないけどね。うん、まあ海でも行ってね。青春してくださいよ、青春。ああ、もう人生いつまでってもね、自社のバーディーの時に青春ですから。はい。いや、本当に。一回聞くだよ、マジで。結構みんな分かってないと思うんだけどね、人生って一回なんですよ。死んだら終わり。生まれた瞬間から死に向かって歩いてるんですよ、みんな。結構寂しい話かもしれんけど。だからみんな全力で生きてるんですよ。全力できてないのは、もったいないよね。まあ、全力できてる人なんかこんなにいないと思うんですけど。うん。実は仮に全力できてたら、人工作ったので全力できてて俺はいいのかなっていう疑問が出て当たり前かなと思いますけどね。うん。まあ、これは個人的な意見なんで、まあ、いろんな人がいるでしょうけどね。ああ、まあ、人工ができれば十分できます。いつももちろん。お金になりますからね。まあ、それ全然、もう何度も言うように否定はしないですね。ああ。うん。ただ、お金を使うなら、まあ、それで、何かした方が楽しいよ、と言われて。楽しいこといっぱいありますからね。そうっすね。うん。ですね、ネットの技術に比例してアクセスが伸びないんですね。まあ、なんかいろいろ考えられるわけですよね。まあ、基本的には検索ワードに反映されて、Google は判断するんで、それを見るのが一番早いですね。うん。キーワードを絞るってことですね。まあ、これもテクニックなんで、勉強してください。あ、なんかありますよ。いや、もう、なんか、すごい俺も結構見てるんだけど。どうぞ。愚痴動画出してんの？愚痴動画結構、俺負けてる時、俺負けた帰りに愚痴喋るんですよ。そうだと、全然ね、俺は愚痴切れ
まあ、何でもやった方がいいですよね。マコさん叩いてるやつはマコさんの頑張りが分かってないでしょ。マコさんやってるじゃないですか。やってるってことは結構強いんですよ。うん。それは自信持った方がいいですよね。あんまり変な方向性なんてよくないですよね。正しい方向性なら全然いいんじゃないですか。はい、自信持ってね。まあ、もう結構、僕も自信を持ちながらやってるんですよね。まあね、こんなに貴重な高専に突然組やら、こうしたら、全然なかなかやらない。前は違うとね、前はね、六郎さんの放送でね、入った瞬間、考えましたから。そうね。面白かったもん、あれ面白かったもん。何、お前が来るんだって？喋るの好きなんだから、もう放送したらいいじゃん。放送しますから、ちょっと、今日はちょっと眠ってないから。別になんかさ、好きな時間にさ、ああ、そうっすね。うん、今日は気分が乗ったから、今日やろうとか言ってさ、そういうのでいいんじゃないですか。あ、別に普通にやる分にお金かかんないといけないじゃないですか。うん、そうっすね。うん。その自分の放送なんだから。だから大事なこと言うときは弱く取ってやるとかね。わかんないけど、そういうのがいいんじゃないですかね。そうなんですよ。もうみんなの、ね、心を弱くんのはいいと思いますけど。結局は最後自分ですからね。うん。そうそう。今回ちょっと面かぶって、今のことやっていこうかなと。目の前で駆使して。うん。キャメルのガッチャンって予約なしで、キャメルで。うん、いいじゃないですか。はい、結局は知らないと知らないじゃないですか、当たり前だけどね。自分を知ってもらう手段をもっと作った方がいいですよね。ああ、うん、もうちょっとタイトルを考えたりした方がやっぱいいですよね。知らないとどうしようもないんで、更新したいのって更新した方がいいですよね。何て口でも結構配信頻繁にやったらやった方がいいですよね。うん。本当今日の日常でもいいから。まあそうやってなかなか継続するのは難しいですけどね。うん。あ、やる気がいいか。しないよ。こいつ。1000万とか言って、段階的に行った方がいいで。
それは取ってから言えって話なんですよ。現金を実際使うんで、バラクマを積んでから考えるって話ですよ。結構ほら、取れてるけど、やらないじゃないですか。前の話でもなんかそんな気がしたんだけど、それは、やってからやった方がいいですね。絶対に。うん。でも実際にやればほら、お金になるんだからさ。やんないとはないですよ。それでやんないと、ね、家族はじけないとお金ゼロだからね。もうそういうこと取らんとあるけど、使わないですよ。うん。やった方がいいですね。取れるから俺はやんないじゃなくて、取った方がいいですね。取った方がいいというか、取んなきゃダメですよ、それは。で、実際取って、あれ、これ消えた？消えてないかな。実際取って、その先に行けばいいですよ。その先に行ってればもう目指せばいいですよ。うん。絶対に。だから、ちょっと前にお金になってるじゃないですか。だって、長いと大変だからね。うん。で、それをならないようにしなきゃいけないから、絶対保存なんだから。うん。そのために、だから行けるときに行かないと、どうしようもないですよ。特に担ぎに担ぐなんて、保証も何もないからね。で、やっぱ自然に担ぎなんですよ。行かなかったらゼロなんですよ。逆に行かないで俺は取れるけど、ワラコも取れるけど行かないなとか言ってて、明日から病気になったりしたら、お金取れないですからね。今、この放送があって、コンビニでも行こうとか言って、思ってた瞬間に車に来るかもしれないですからね。マジで。うん。だから一生懸命行くよって言ってるんですよ。わかんないですよ、本当に。俺だって今この瞬間に行くともあるかもしれないからね。うん。極端な話で。起きるかもしれない、本当に。誰かが連れて死ぬかもしれないからね。うん。そういうことを考えて、まあ、それ極端ですけどね。極端ですけど、結局、やるってことそういうことでしょ。うん。ああ、どうも、そうですよ。ほんまは。だから、それは人の、なんていうの、今のこの生活とかあるし、やるやらないの、その、力の差があるんでしょうけど、今やれることは、やれるんですよ。全力でやるべきですよね、それで。うん、でもやっぱ一番良くないのはあれもこれも、あれもこれも欲しくなって、あれもこれもやって、あれもこれも中途半端に終わる人がね、大体なんですよ、ほとんど。だからよくもったいないじゃないですか。だから一個終わって、ピースの方がいいんですよね。で、ベッドは全部やりきるのはベッドですよ。そう、そうですね。いきなり全部やれる人なんかいないからね。そう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 。まあね、カビンカスロットやって、レッドやって、スペルやって、なんかやってとかやったら、まあ、どういうか、やっぱり、おろそかになりますから。うん。うん。まあ、そりゃそうだよ。マグニだからって言うんだよ。ん？まあ、他にとやってんだよ。そうだよ。勇気が出るか出ないかで、これからの行動、みんなの行動ですよ。うん、結局勇気がなくて行動しなかったら始まらないからね。うん。だこんなことを俺が言ったって、結局結果出なかったら、まずい行動だからね、こんなのは。だからそれをしっかり自覚して、まあ、日々行動していったらいいんじゃないのってことですよ。そう、本当に行動が難しいからね。うん、だからこそやっぱ近い目標からね、あんまり、さっき言ったように一応からね、あんまり大きい目標を立てると、なかなか混雑して、その、ゴールも見えないですよね。だからマラソンとかで立てられるけど、いきなり 0.19 キロでは、ゴールを目指していくわけじゃないんですよ。次の電柱、その次の電柱、その次の曲がり角とかを、ちっちゃい目標をこう、クリアしていって、最後にやっとゴールが見えてくるんですよね。うん。だからもう、いろいろないの、今やれることをやるっていうのが一番大事ですよ。それができなかったら何もできないと思うよね。なるほど。うん。もう、結局、パソコンできるんだから、やんなきゃもったいないですよ。これを、
もいいと思うよ。もちろん。もちろんいいけど、そこに行くまでの風説も見えてないと、あまりに遠すぎて、こう、雲をつかむような感じになるんですよね。もうこれは他の人がどういうかわかんないですよ。うん。でもほら、勉強だって、一大そのビジネス、数学だってビジネスの上で一回やんないんですよ。だから、たくさん筆談があって、たくさん筆談があって、小数点があって、順番があるじゃないですか、やっぱり。うん。それでやっぱ、基本を押さえていかないと、その先も、俺もわかんないんですよね。うん。別にそういうことだと思いますけどね。で、その基本を結構、一個一個順序で押さえていくと、まあ気づいたらこのゴールにいたっていうの。ああ、なんか1500万人いたわ、みたいな。そう。それは結構理想かなと思いますけどね。で、結構ネットビジネスのなんか情報を切り分かって、大きいこと言うけど、まああれって結構実態がないですよね。売り上げって言っても本当に売り上げだけで実際の収益はなかったりするんでね。うん、本当に稼いでる人っていっぱいいますけど。で、あれですか、稼いでる人いっぱいいますからね。うん。だから、まあ、それの話で言ったら、まあ、結構その、やっぱあれも限定されてるじゃないですか。お店がなかったらできない。今、物価高になったらできないじゃないですか。で、まあ、結構規制も、厳しくなってきて、まあ、制限も多くなってきてるんですよね。で、広がることはないんですよ。まあ、稼げることはできるんだけど、広がりは見せないんですよね、あれは。やっぱり、パチンコと一緒で縮小産業ですよね。うん。だから、そのネットの物流の仕組みを勉強するっていうことはすごくいいと思いますよ。うん。行動してるから勝てるんじゃないですか。うん。みんなが思ってる以上に行動してますよ。結局、行動しないのが稼げない。さっきのと一緒ですよ。口で言ってるだけじゃ全然お金に必要なくて、動いてればお金になるんですよね。うん。で、今日はすごい動いてると思いますよ、実際。最近喋ってないですけど、まあ、なんか話には聞きますからね。あれしてる、これしてるみたいな。うん。一緒にこう勉強して一緒のやつだったらいいんじゃないですかね。そうですね。まあね、まあ塾がね、まあ5人なんで、まあそのままね、そのまま数もちょっとね、まあ少ないけど、もっと入ってきたらって思いますね。それは先生がどこか見つけるのかと。うん。まずはこう行動して、うん。それはやっぱ先生ですからね。うん、少なくとも、いくらちっちゃい攻撃だって、先生なんですから、そういう自覚を持ってやればいいんじゃないですかね。うん、もっとね、お金もらっていいじゃないね。しっかり対峙しないとダメじゃないですか。うん。頑張ってください。
ユーブログよりね、ユーブログの方が面白いっていうのが、ちょっとユーブログはね、ちょっとポーズがね、止まっちゃって、我々ちょっとね、下が近いっていうことになってきて、コーチは日光中の抜け足。いいね。まあ、行動すれば、行動できる人間には。まあ、有言実行じゃないですかね。だから、ちっちゃい行動、ちっちゃい正解からやればいい、やるのがいいって。大きい目標を立てるとできなくなっちゃうんで。うん。本当に。この勉強会やってますよ。はい。コンタクトしてくださいよ。はい。まあ、今日から忙しいからね。喋んないとシュールだな、これ変態だよね、完全に変態え変態変態でしょ。なんで、なんでいかなのって話だよね。みんな別に何も突っ込まないけど、最初にちょっとだけあったけどね、うん、変態ですよ。水筒時間ですよ、水筒時間。うん、また、新しいでしょ。でも、木野さん結構チェックしてくれるじゃないですか。見てないように見てくれてるじゃないですか。だから動いてはいいんですよ、ほんとに。関係ないですよ、ほんとに。じゃあね、今日はあと16分だな、16分。もう皆さんあれですからね、結構夜も遅いんでね、適当にやってくださいね。また放送しますからね、はい。4月って言ったらもうすぐじゃないですか。うん。うん。まあ別に彼はもう、腹立つからいいんじゃないですか。まあ腹立つかわかんないですけど、もう全然ね、親の心配をして、就職して地元に帰るっていうのは、もうそれは素晴らしい選択でしょう。うん。もう誰も、誰も何も言うことはないですよ。ああ、よかったねっていいんじゃないですか。まあ別に受かるでしょう。受かんなくても、まあ、来年受かるでしょう。大丈夫ですよ。うん。こんな中途半端なんじゃないですからね。うん。何が？いや、それはそうでしょう。もともとはだって真面目だもん。簡単なやつですから。うん。
本当に夜は寝れるんですからね。まあ、土曜の夜は長いですけどね。行ってみよう、行けますか。え、今日さん、答えで。何もないですよ。まあいいよ。全然。全然。見えないか。まあいいよ。扇風機。暑いから扇風機。この部屋は調整ないですよ。作業部屋は調整ないですよ。ここはね、仕事部屋がない。通ってもできますよね。窓開けてる。いやー、言うんだろ、ま、ご近所迷惑だから、刺激きますよ。超熱い。ははは。うん、最悪ですよ。いろいろあるじゃないですか。特定多数に言うのかね。ワイ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 やって。
トコメさんね。さすがに見てないだろうけどね。頑張ってますよ。皆さん頑張ってるんですね。うん。みんな頑張ってますよ。まあ、そうですよね。そんなこと言ったら。そうそう。告知しますよ。はい。ビニールじゃないですかね。大丈夫だよ。しかしさ、これで設定する、今日2度も設定するのに、なんかいろいろ手こずったんですよ、カメラがすげえ使われて。あれこれやってて、いろんな人を、海外さんと、手前さんに手伝ってもらって、カメラが疲れる、カメラが疲れるって、なんか2時間ぐらいなんか喋ってたんですよね。もう、すげえ喉が痛いの。なんか聞いてくださいよ。よいしょ。ものまね、何がいいですか？何がいいですか？イタのものまねする？もうしてるけどね。もうしてるけどね、これ。ダメ、こんなんじゃ。このままでもいい。いや、このままでもなんないでしょ。ダメとか言って。それはダメだよね。何？何？我々って。ええじゃん。ははは。よっ。はい。ははは。これでも下ネタじゃないの、これ。ダメというのは。いやらしいんだよ、これ。いやらしくないか。2月6日あ、甘くねって。いやらしくないよね、決していやらしくありません。いやらしくない、いやらしくない、いやらしくないとか言ってる人もめちゃくちゃいやらしく見えてくるんだよね、これ、うん、
くだらねえけど。結構なかなか可愛いんですよ、これ。いい買い物したなと思って。うん。かなりシュールだったんだけどね。なんか被ってまた出ますよ。よろしくお願いします。まあ、そのなんか、このね、サスコさん、サスコさんっていうか、その、一区切れが苦手な人とかにね、なんか全然提供したりしたいなっていうのは、まあ一つですね。あとはまあ、いろんな世界は広いぞと。まあ、ちっちゃい世界にとどまってないで、まあ、いろんな世界を見たら楽しいよってことを、まあ、伝えたいかなと。まあ、ブログとかメールの話をしてね。うん。あ、僕行きましょうよ。座ってくださいよ、行きますから。もう10年ぐらい前の歌は止まってるからね。うん。行きましょうよ。桜井さん行きますよ。まあ、桜井さんはこの大阪が行ったんだからね。バービーとか。うん。企画しますか？やりますか？バービー。何好きって歌？歌かな？ちょっと歌ってみたとか、歌ってハマショーとか言って。わかんないかな？ミスチルとか。イエローモンキーとか。ダメ？あとじゃあ次回の放送からいかに穴開けまくればいい。そうだね。うん。もっと急遽のいい歌にするかな。ないけどね。特注なの特注。うん。特注のいいやつ。あ、これビニールなんですよ、これ。やっぱビニールだから。うん。これ熱いっしょ。いや、ビニールやっぱり皮膚なんだけどね。うん、どうでもいいけどね、そんなこと。うん。行きますけど、なんだろ、頼むから。行こう。で、バーベキュー、やるのはやりますよ、だから。うん。まあ、バーベキューとか、その、なんだろうな。今ね、集まったら楽しいじゃないですか。うん。まあ、楽しいことしたいんだよね。宣伝したっていうのは。あー、J-Boy 超懐かしいね。カラオケで歌うよ、カラオケで。うん。大阪の状況、大阪はいいですよ。うん。大阪いいですよ。まあ、普通、そんなに悪い地域ってあんま見てないですけどね。この間とか、広島とか、ね、あっちの方、近畿の方に行ったけど、まあ、かなり厳しい方でも、まあまあ、受けるわけありましたからね。うん。炭は吐かない。水泳装置も作るか。シュー。凶暴な怒り。かわいいですよね。
来てます？どうもどうも。あ、ビトさんどうも。これ映ってます？この変態は映ってます？どうも。こんにちは。これ結構一人喋るのきついですね。すごい格好。かわいい人これ。かわいくないですか？結構変態ですよね。これ何で遊んだら超面白いな。なんか頼ってくださいよ。特殊じゃないですよ。もう相当探して、もう多分ね、日本、世界中でイカのお面を探してる人間なんか俺ぐらいのもんですよ、多分。そんなやついねえって。があったんですよ。なんか楽天家なんからね。ね、可愛いから買いました。サングラスってキモいじゃないですか。あ、このイカも十分キモいんだけど。これね、分かって30ぐらいですよ。はい。これどうくらいですかね、これ。ああ、出す理由ないですからね。あ、じゃあ出すますよ、これイカちゃん。これ僕の顔ですから。はい。だいぶ変態ですけどね。まあいいんじゃないですか、変態だけど。どうも。うさんくらい？いいじゃないですか、うさんくらい満載で。3月で売れないですか。実際最初にこっち3月かけたんだけど、超怪しいから、あ、マックにしました。うん、どうも。何も決めてないですね。あ、確か1時間かなんか予約してるんで、1時間だらだら。違うな、30分か。500ポイントで30分ですかね。というのは、ここに延長ボタンがあるから、まあ1時間ぐらい。はい、1時間ぐらい適当にやります。どういった風の吹き回し？なんでしょうね。なんか新しいことやりたいと思ったんですかね。まあけど、真ん中のほら、そのね、要望あったじゃないですか。まあそれに応えるっていうのもありますし、まあ一通りね、一通りなんかやろうかなと思って。まあそれの一環でね、まあこういうのも面白いんじゃないかって。まあ他のね、方、いろいろ放送してて遊び行ったりしてたんですよ。だからそれで面白いなと思ってましたからね。生放送臨場感とか。いや、いいんじゃないですか、このマスクのためにとかって。ダメかな。結構変態ですよ。まじまじとこれで鏡の前でこう立ってると、なんだこいつって思うからね。本当に。これ絶対変態ですよ、これ。相当バカだ。これどうしてんだろうな。板外してください。これ外れないっすよ。くっついてるから。そんなわけないけどね。マスクしてますね。相当暑いな、これ。ちょっと待って。この日はね、もう30秒ぐらいしかないんですよ。あ、別に下ネタいいっすよ。はい。何人かは全然決めてないんで、まあ、とりあえずパチンコするって話で、一応なんかマットノッカーの話、お金の話とか、今やってる話とかね、なんか質問いただけたら方がやりやすいかなってなりますけどね。殺風景なくて、だからここね、ほんと何もないんですよ。このスペースが1メートル80ぐらいあって、後ろ、それで終わり。まあ、物置、ウォーキングクローゼットみたいなところですけどね。うん。
今月だって大阪とか行ったから全然ですよ。まあ、あれも高いやん、打ったからね。30ぐらいじゃないですか。ほとんど移動してましたからね、今月は。まあ、無駄に忙しいですよ。ははは。軽いない行動が得意ですからね、自分の場合は。うん、まあね、もろ忙しいですよ。けど、あれ、サングラスより良くないですか？ダメですかね？私もニコ生ってこれ大丈夫ですか？私もみんなでニコ生やってくださいよ。まあ、みんなにニコ生やってみんなに戦えた方がいいですよ。本当に。私も、社交的ですよね。社交的ですかね。ああ、アポーさんこんばんは。どうも、はじめまして。こんな顔ですけど、声で判断してください。どうも。ははっ。あれ、動かしてるのすげえ可愛いんだよね。ああ、認めないでしょ、これ。まあ、社交的かどうかわかんないですけどね。人の話すのは好きですよ、案外。実際、普段ずっとしてるじゃないですか。まあ、相方いますけどね。一人なんで、なんかこう、他との絡みっていうのはなかなか薄くなるんでね、そこは積極的に持つようにはしてますね。できるだけ外にね。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。ミニキャラで忙しい時、大きく思ったりするんですか？イカ言いますよね。まあけどイカメインキャラじゃないんで、あれは寂しい限りですけどね。確か昔ね、なんか海ですとか、ニューギンかなんかの海の盾みたいなので、イカいたんですよね、確か。うん。なんか実写ですげえ気持ち悪かったんですけど。まあね。このイカ怖いですよ。これだったらいいじゃないですか。まあ、ステップアップに出てくる感じで。うん、でも、海の一番偉い絵柄はジュゴンですからね。全然可愛くないのに。レインボーってなんだろうな。レインボーを飲まないっていうのは。レインボーを飲まないってちょっとわかんないですね。もう一回コメントで言えば。お待ちしてますよ。すいません。で、フィルター儲かりますか？いやー、けど儲かるための入り口の情報を忘れるんじゃないですかね。自分もそれでブログを始めましたし、ゼロの状況からね。はい。キュウさんにはすげえ感謝してますね。なんか髪の毛寄ってますね。うん。なんかいいじゃないですか。よくわかんないけど。ゲストはわかんないですね。まあちょっとすげえ人と喋りたいんですけどね。まあ準備ができてて、向こうの都合が良かったら。実はのりまさんがいかだったってことは OK ですか？まあいいんじゃないですかね。はい。髪の毛焼けてますかね。はい、焼けてますね。あ、でも、一応ありますよ。ハゲ面ではないですね、一応。はい。だから、ブログにもたまに、後ろ姿載ってますよね。あんな感じです。普通です、普通。まあ、忙しいですよ。すいませんね、お疲れのところに来ていただいてありがとうございます。暑いですけどね。まあまあ、いいじゃないですか。うん、これはいかがわしいさ。いかがわしいですけど何か。これ結構ね、一人で喋ってるときついですよね。うん。乗り物さんと会長は経営の中と聞きましたが本当ですか？まあ、別に経営の中でも何でもないですね。はい。まあ、あちらがこちらに絡んでくることも、まあ、あんまりないでしょうし、現場でも絡む、まあ、軍団と個人って、交わるスペースってないんですね、なかなか。今現在は。まあ、完全に積み上げてる状況なんで。
いいんじゃないでしょうか。バイトのやり方を否定するわけでもないですし、儲かることを効率的にやるっていうのは全然悪いことじゃないと思います。まあいろいろね、なんか次がどうたら、順番がどうたらって言ってますけどね。まあ絶対的に言うと自分が儲かんないと意味ないんで、まあそのために何でもしていいってわけじゃないですけどね。まあでもやっぱり儲かるために最適な行動するっていうのは、まあいいでしょうね。こっちは全然好意的ですよ。この間もお邪魔させてもらって、有意義な時間を過ごしてもらったんでね。会長さんとは。なかなか、そういう機会もないと思うんでね。なかなか貴重な時間を過ごさせてもらいました。困ってますかね。音量上がった？上がんないか。それかな？ちょっと上げました。うるさかったら言ってください。うるさかったら言ってくださいね。まあね、結局群れると、どんな状態でもそうですよ。まあその、ね、まあ、群れるといい風には思われないというか。それはまあ、だから悪いとかいいとかはまあ言えないですね。それは個人のモラルの問題ですから。はい。まあ結局最終的にはお店に食わせてもらってる立場なんでね。お店を食い続けるような行動をするのは良くないということじゃないでしょうかね。皆さん、江戸の方が好きですか？男ならみんな好きなんじゃないですかね。うん、気合いが男っていうのは、それは逆に変態でしょ。おそらく。あ、トッさんどうも、お疲れ様です。ユッキーさんと使えるサーバーに期待しつつ、じゃあ今度またしますよね。じゃあ、ユッキーさんがお暇の時に、よろしくお願いします。最近面白い台ありますか？ゴミ屋なら食べたい分ぐらい出てきますが、なかなか面白い台ね。面白い台って結局、まあ勝てる台だったりするんでね。よくやる台イコール楽しい台じゃないですかね。最近だとハインデジ、まあ、玉笛が効く台が多いんで、まあ皆さん打ってる台と同じですよ。まあ、もちろん海だって回れば面白いですしね。ガルだってもちろん回ったらやりますし、まあ、ライダーだってやりますし。一応何がゴミって、まあ回んないで玉が取れないみたいな。一応期待値が取れないで、どうしようもない台がダメじゃないですか。ゴミ台って、お店が調整うまく調整しないからゴミ台になるわけですよね。まあ、メーカーってバカじゃないんで、そんなに、だって人が台はなかなか作れないわけですよ。やっと繋がったと思ったら、生かした人が作った。おー、リュウさん、どうもどうも。お疲れ様です。あなたもちゃんと活動してくださいね。僕も頑張りますからね。うん。ロッキーはユースに、これは大阪の外壁どうでしたか？いや、面白かったですよ。まあ、ブログでは告知しなかったんですけど、メルマガだけで、告知しまして、ね、当日に40名ぐらい集まったのかな。まあ、ほとんどパチプロ。まあ、ピンの人が多かったですけどね。なかなか、いや、こういった本気出して集めたら結構な数になるんじゃないかなと思って、なかなかね、すごい力を感じますよね。まあ実際何をしたかっていう、まあいろんな学びがあったり、人との出会いがあったりして、まあかなり有意義な時間は過ごせましたね。はい。こういうところの、だからこういう、普段ほら立ち乗って出会いがまあないじゃないですか。まあ、仮に分断されたらね、横のつながりとかって、まあ、一個比較的作れてると思うんですけど、まあ、個人の方ですよね。はい。いや、パチプロは終わりじゃないですね。うん。まあ、個人の方は、結構その、外に出て行きたくないというか、まあ、ちょっと一歩踏み出してね、喋ったりすると、案外その、いいやつだったりするんですけど、その一歩を踏み出せない方は結構多いですよね。この間同士で言ってるのに、こいつうざいな、みたいな。
実際はそうは思ってないのに、結構その一歩踏み出さないことで、まあそんな関係になってしまうことって結構あるじゃないですか。まあ、パチゴさんって結構その人付き合いが苦手な方多いですよね。この間もそのバーベキューとかもそうですけど、まあこういう会をね、なんか企画してできたとしたら、気軽にそういう、まあ個人と個人のつながりみたいのができるんじゃないかなと漠然と思いましたけどね。まあ今度需要があれば関東でもやろうかなとは思ってます。まあ要望があればやりますよ。誰と、なんだろう、無才ですよ。ああ、無才ですね。白海沖縄が好きすぎて、聞かないと生きていけません。あれいいっしょ。結構沖縄ってよくできてますよね。よくできてるけど、やっぱり鈴浦鬼畜の音声多いんで、まあ、アタックは超優秀ですけどね。あ、本当？じゃあ今度は次はマスク取ってサングラスにするわ。うん。じゃあ、イカは外さない。これ外せないね。取れちゃう。皮膚が取れちゃうから。外せないですよ、これ。これやばいっすよ、これ。でっさ、毎週とは言わないけど、ピーチぐらいでまたやって、あ、やりますよ。だから、ちょっとしばらくね、まあ、何するかわかんないですけど、ちょっといろいろと、何交流を深めたいなと思います。あ、マジっすか。うん、マスクは取らないですね。あ、マスク外す？声聞こえないですか？ごもってる？じゃあ、怪しい。あー、そうか。しょうがねえな、これ。いいでしょ。これどうだ。いかがしいよ。これ声聞こえます？どうもいかがです。すいません、こんにちは。あ、マッコさんどうもどうも。だからね、パチプロで女作る、その出会いもそうなんですけど、結局、世間一般から見てパチプロってイメージは、まあ、いいわけないんですよね。実態がないんですよ。まあ、そもそもパチンコっていうもの自体がグレーな業界で、まあ、プロもクソもないんですよね、実際もんで。まあ、そこで勝てる力っていうのはものすごい大きなもんなんですけどね。まあ、ただ、そこを一歩外れて、世間一般から見ると、まあ、なかなかそれを胸を張って言えるものではないんでね。まあ、だからこそ、もう一個、パチンコから一歩、外に出てね、なんかいろいろやりましょうってことを今、ブログで自分が発信してるつもりです。だからみんなもね、そんな難しいことじゃないんで、ぜひとも同時進行で、遊んでくれたら、やってくれたらいいかなって思ってます。あ、どうも、トリさん、おはようございます。あ、ヒルさん、どうも。村田さん、清さん嫌いって本当ですか？いや、嫌いじゃないですよ。はい。ちょっと、きっかけくれたのは清さんですからね。はい。でも、まあ、ほら、たくさん困ってる実習さんいるじゃないですか。ね。まあ、できれば、その実習さんたちに、なんかこう、アクションがあったら、嬉しいかなと思いますね。はい。でも、会長さんのブログには、たまにのりまさん出てきますよね。ありがたいですよね。その初心者さん、まあ、自分のブログは特にそうですけど、まあ何だろうな、お買い物とか脱却できない人というか、そのパチ、でも、原点にいればパチンコって結構簡単に勝てるんですよね。でも、それより下に下がってる人っていうのは、なかなかその原点に戻すのが、もう大変なんですよ。だからそのパチンコ理論って本当めちゃくちゃ、単純じゃないですか。まあ皆さん分かってると思うんですけど。まあ誰が言っても同じで。もう一つしかない。もう期待と取る以外ないんですけど。まあそれ以前の人ですね。もうかなり多くのその、
お顔だったり、なんか変な子役とかに頭がこう置かれてて、こういうのでパチンコを見てる人っていうのは、なかなかその、パチンコで勝つっていう土台になかなか立てないんですよね。はい。そういう人に、なんかもう噛み砕いて、もう同じことでも何度も何度もその、まあ、つらないことでもね、なんかそう答えてあげられるような、まあ、きっかけになってあげられるような、ブログでは会いたいと思ってまして、もう会長さんもこういうふうには見てくれてるんじゃないですかね。はい。まあ、同時過ぎるかもそうですよね。まあ、彼女もかなりその抵抗法を伝えてくれてるんで、会長さんもそれを後押ししてますよね。もっと音量を上げてもらえますか？聞こえますかね？今はいいかな？分断は、まだ上がり、数が多すぎる。まあ、これは本当、もらう次第でしょう。もう、これはもう、何にも言えないですね。それ以外言えないですね。はい。お店のことを考えて、モラルを守るということですね。お疲れ様です。どうも。無礼の理由は、もうずっと年上ですか？まあ、なかなか難しいですけどね。まず、だいぶ、分かってはきましたよ。まあ、結局、勉強ですからね。まあ、ベッドもその、まあ、機械値なんで、パチンコと同じなんですよ、考え方は。プラスの領域だけ歩くってことですよね。まあ、マイナスの振り上げとプラスの振り上げがあって、まあ、プラスの方に偏るところにかけると。まあ、単純明快。まあ、それが、その、高校の機械値が分かったやつ誰なんですけどね。あとは、そもそもその、やってるスポーツが分からないためですね。まあ、テニスだったり、サッカーだったり、バスケットだったり。まあ、得意な分野があったら、まあ、多分できるんじゃないですかね。はい。もちろん投資目的ですね。まあ、練習には最適だと思いますよ。小学でもできますし、後のトレーの練習とかにも なりますね、実際問題。やってるのって結構一緒なんですよね。はい。そういう入り口としてパチンコってすごい、やっぱり、いいですよ。14時間、1分前となります。割引対象外の連中ってよろしいですか？なんだ、1時間しかと思ったら30分だった。結構早いですね。どこが行ったっけな。どうしたらいいんです？皆さん、会いに行くにはどうするですか？メールください、メール。一人だときつくですね。なんだろう、一人でパチンコ打ってるのかな。まあ今はきついでしょうね。まあでもまだまだこう、飛び打ちさえ封じられなければまだまだいけるんじゃないですか。春口の市場残ってますからね。あ、これで今飛び打ち、封じられたらだいぶきついでしょうね。仕事人大好きなんですね。まあ打てる場合は何でも打ってますよ。まあ多分どうも、お疲れ様です。勝ち込めどうなってって思うんですか？まあ、自分次第でしょう。まあ、ただ、やっぱり勝ち黒、勝ち黒って言ってると、この、勝ち黒が好きな人もいますからね。はい。それを売りにするのもいいと思うんですけど、まあ、実際社会、普通の一般的な考えだと、まあ、勝ち黒っていうものを前面の人とあんまりよろしくないんでね。まあ、この違うこと、もう一個先の勉強を同時にしていくっていうのが、まあ、賢いとは思いますね。与えてますよ。はい。絵が8は許容範囲ですか？これいつの話だろうな。絵が8はうるさいですよね。絵はもう初代とか、一書きぐらいなんじゃないか。もう金が空気なんてのはありえないんですよ。もう絵がの後半とかっていう。もう空気じゃないですか。出てきても、はいはいみたいな。昔なんて、この、まあ、激悪か激悪かったんですよね。もう最低でも5割ぐらいありましたからね。まあ、市内の話っていうのはなかなか難しい話なんですけど、単純に昔の教訓とかも、まあ、出りゃ熱かったんですよ。もう本当にスーパーリーチみたいなね。まあ、これは熱いって、みたいな感じだったんですけど、残り時間が不正ですよね。はい、OK。
これはどういうんだろうな、パチボールがない人もいたのってどういうことだろう。あはぁ、終わったかな。あ、いましたよ。あの、あちらでね、あ、ちょっと、知り合いがいて、あの、そっちの方に出たくなったんですけど、はい。そちらの、出たってくれた方が、あの、10年ほどいらっしゃいましたね。あの、すごく助かりました。ありがとうございます。まあ、確かに終わりではないですね。はい。アルカイドの脅迫テープみたいですね。うるさいよ。ほんとに。これ、かわいいよ、その目玉って。何なの、これ。誰ですか、これ。まあ、あれ、うさんくさいのはいいんですよ、うさんくさって。うさんくさってもいいんですよ、こんなの。だって入れときゃいいんですよ。はい。ちょっと入れてますか。今の輝き。今の輝きね。これ結構難しいですけどね。パソコンやってますから、一個だってね。はい。ちょっと事情を持って一個だってね。まあ、金は回ってないですけど、コンサルタントもしてますからね、一応。はい。まあ、これは思い切って自信を持って言えばいいんじゃないですかね。仮にネットでの、広告収入が合わせるので、まあ、10円の収益がネットでパックって言っていいですからね、別に。はい。まあ、もちろんバッチプロでいいんじゃないですか。実際そうですね、パッチに取れるっていうか。でももう本当、この他の時間が結構多いんで、もう風が多くなったよね。はい。世の中に人遣いと言うと、まあ文章がね、まあこれも勉強じゃないですかね。シャットアウトはしないようにしてますね。来る人困らず、彼もの終わるですね、自分は。はい。確かに、パスからこれで軽し。お。だからね、もっとどんどん外に出なさいって。ね、ほんと世界広いからね。だからパチンコしてしまうじゃないですよ。もう本当にお金儲けの手段ってすごい素晴らしい手段なんでね。うん。あ、でもそこにこだわるって、こだわり続けるのはどうなのっていうことですね。はい。一個外してって一個外さないですね。ま、あ、マスクこっかね。ごめんなさい。マスクダメなんですね。ノリティ。それイカ使いでしょ、だってイカだもん。イカ使いに決まってんじゃないですか、そんなの。入れてきなくなって。サングラスから京都さんの真似をお願いします。真似はできないですね。真似は誰か若い方がすげえ、あの、こびて。あっちだけで400万。だけでってのは、専用あったらちょっと少ないんじゃないですかね。もうちょっと、頑張って。できるから、儲かないとやっていないじゃないですか。あの、保証もすぐ何にもないんでね。うん。やっぱ最低、40ぐらい。まあ、それでも、まあ、これギリギリぐらいじゃないですか。毎日やったらね。結局ほら、やってる時間に近いって比例するんで、いくらいくらとかプラスになるじゃないですか。ほんま、そのぐらいじゃないですか。500万ぐらい。うん。まあ、もちろんね、厳しい時期もあるんで、だからこそこのパチンコだけのことはあるね。パチンコだなったらそっとやって、そっとなったら、もう他のことやって、まあ、リアル技術でもね、ネットでもいいですから。それをまあ、準備しておくのは一番賢いですよね、やっぱり。うん。特にこだわっているのは良くないです。パチンコの人を顔出してないとね、まあ、顔出する理由がないですよね。いい理由がないですよね。うん。そればっかりしょうがない。今後活動を続けるの、まあ、やる、まあ、どっかのブログでも書きましたけど、勝てるうちはやりますね。はい。だから、勝てなくなったら勝てないよって言ってやれますね。うん。まあ、ずっと続けるとか、毎日毎日続けるのはちょっと厳しいですよね、時間的に。まあ、でもその、書いてるうちは、やります。一番。はい。テレマジックボーイです。感じのぐらいですか。需要があれば。メールください。需要があれば。まあ、でも、いくら塾行っても、この項目は多分ないですよね。なんか、みんながやりやすいよな。
ものができたらなと思いますね。まあ、実際今自分の勉強会とか、やってまして、まあ、今半休止中、また動き出してるんですけどね。まあ、それでも結構いいコンテンツ。何がいいかって結構そのやりづらい人って、意見のやり合い、ディスカッションとかってできるじゃないですか。うん。やっぱその、頑張ってる人についてくるっていうのは、すごくいい勉強ですよね。うん。で、自分じゃなくても誰か頑張ってるなっていう方がいたら、まあ、その人についてくのが一番いいと思いますね。うん。まあ、そこにも、別にその、お金の価値とかかなり、なかなかつけられないんで、まあ、よくわかっても、自分さえ成功できる。まあ、自分が成功できるなと思える人だったら、いいんじゃないですかね。それはその、お顔と教えてください。お顔とね。ガロのハンドルは押してた。引くみたいな。引くみたいな。うん。引いてもダメだけどね。でも引くみたいな感じですね。うん。成功法に限って聞くとなんですか。これはもう、石川さんの膨大論じゃないですか。はい、皆さんご存知ですよね。別に自分が偉いとかそういうわけではなくて、まあ、パチンコは先人が作り出した素晴らしいプラットフォームがあるんでね。はい。その機械っていうのを自分たちが使わせてもらってるっていうだけですね。だから。まあ、パチンコの根底は変わらないんで、その勝ち方も変わらないですね。うん。同じ人はやめた方がいいですね。はい。平田さんどうもこんばんは。皆さん、季節結果を見るときに使わされてありますか？今はほとんど見ないですね。まあまあ、カツナが入ってるんで、カツナが見ますよね、ちゃんと。うん。まあ、変なステッカー見ますけど、大体一緒じゃないですか。まあ、何百分の1で、発見何割で、まあ、年間何割で、まあ、出玉何割みたいな。まあ、それは分かれば大体分かりますからね。大体。まあ、そんなもんですよ。それはしますよ、新規、新規方って。それはまさに私のこと。なんだろうな、ごめんなさい、さっきの、結構前の方ですね。私のこれでは必要で使ってあげてください。必要の人は素晴らしいですよね。羨ましい。お店からうまく共存したいですよね。本当そうですね。お店がなかったら、まあ、建てるものもなくて、当たり前ですよね。お店で出してもらわなかったら、まあ、勝てるわけないんですよね。当たり前なんですけど。うん。ということは、まあ、お店とうまく付き合わないと、ダメですよね。当然ですよね、これは。はい。当然ですよ。暇つぶしが決まった。勉強趣味目的は、まあ、全部ですね。まあ、趣味ってことはないかな。勉強ですね。はい。まあ、でも、面白いですよ。サッカーも好きですし、はい。当初の全然フィーバーとか超盛り上がってますからね。うん。まあ今度ワールドカップがありますからね。はい。スポーツはかなり好きなんで。ぶつめたですね。はい。ちょっともっと正しくでも申されますね。はい。正しくもらっては、実践について次を判明しましたが、実は7番のままで今日判明しました。イケメンナンバーワンはあれじゃないですか？これだけ。大阪の。大阪のやつですよ。ちょっと待ってたい。珍しいのよ、かっこいいよね。日本最大地下組織のトップが、勝ち大好きで、勝ち大好きで、自家棒に来られるなんて何の所詮か。まあ、けど、好きじゃなきゃやらないですよ、やっぱり。あの方相当好きですよね、やっぱりね。何だろうか、何だろうか。はい。これも、バービーティーの来てくれたんで。はい。ガチャさんね、どうなんだろうね。行ってほしいですけどね。行ってほしいですけど、まあ、厳しいのかな。まあ、けど、チャンスですけどね。もう結構最強世代なんで、やっぱり。これ真ん中行ってますけどね。今のサッカー強いんで。なんとか行ってほしいですね、英語の方まで。まあ、ほんまに強いんで、ね、こんなとこほんまに強いんで、いいんじゃないですか。どんだっけ。自家でも取らんのかな。そうですね。会長さんは、自分で打ってますからね。うん。まあ、だからそのお金とか、
だけども、まあ、立てかつきがっていうのは根底にあるんですよね。まあ、実は聞かなきゃやっぱ続けられないですよね、何十年も。それはみんな共通してると思いますよ。長い人ほどやっぱ好きですね。うん。まあ、好きってのはわかるんですけど、今のこの業界にそこまでしがみつく、あれはないのかなというのは思ってますね。うん。このパチンコ地って結構近年で、なんかもう朝9時に行って4時1時に帰るみたいな。もう水も食事も食わずに13時間回すみたいな、そんな生活が来るじゃないですか。うん。早川さんだってずーっと台探して回りますよね。まあそれがいいか悪いか別にして、まあなかなかできないですよ、他の人は。だからこそこのパチンコ勝つのは簡単なんだけど、それを行動に残すのが難しいじゃないですか。うん。だからまあ、好きじゃなきゃ、最低やってられないですよね。まあ、極端にお金が好きな人もできるでしょうけどね、そのとこは。まあ、やっぱり、好きとかも同じようなんでしょうね。うん、好きってことが一番だと思いますよ。今の先にいいこと、あんまりないんじゃないですかね。うん、まあ、できればアナログをもっと増えてほしいですけどね、やっぱり。先にいいとこって、やっぱアナログなんで。パチョルスの方がゲーム性があって楽しいですよね。ね。まあゲーム性は本当圧倒的にするのがいいですよね。今プロもなんか役者だなんだって、すごいじゃないですか。もうビカビカビカーン、ジビーンとか言ってプラス5みたいな。ははは、もういくらでも煽りすぎでしょうって。うん。もう最近プロットはもうここ、何ヶ月ぐらい変わってないですけど、クランクコンテスト、んここ、クランクなんかジョイジやりましたけどね。リマックスもやりたいんですけど、まあちょっと変わる機会がないかな。まあ、その設定状況が厳しいですからね。まあ、どっかで機会があったらまた変えたいと思います。プロットは大好きですね、自分は。何回も言ってましたけど。一時停止で切れた時、ネット関係と警察に行ってしまいました。いや、いいでしょう。ネット関係ですよ。実際ね。うん。そんなの無職だって言う必要もないし。うん。変に無職だったらなんか、余計に質問されますからね。はい。だから好きだからやめないですね、パチンコは。今の時代っていうのと言ってるけど、上限はもっとまだあるでしょ。やりようによってはまだまだあるでしょ。うん。あと、書くのはまあ行動だけですよ、やっぱり。行動だけなんで、本当に、気合入ってる人って本当に1日900キロ移動しますからね。台を打つために。同じ時期なんかいないし。自分はそれがもうカード使えちゃうんで、結構ちっちゃい地域で回ってますけどね。普通式なんだと本当ですか？本当ですね。はい。で、決定事項です。今はパチコから脱却が進めてますが、入塾前に同じようなことを思って活動なりしてたんですか？そうですね。まあ、けど何かを求めて、動いてたってことですよね。なんかきっかけを求めて動いてたっていうだけですよね。うん。みんな、パチコで安心してる人って、まあ、そうそういないでしょう。てか、いたらおかしいんじゃないですかね。うん。やっぱほら、保証がないしね。うん。どんだけ、金持ってても、結構、なんかアクセス、なんかに追われてるような人って結構多いですよね。実際それで、頭にかかって死んだ人も結構いるし。だからこそ、いい時に、アイドルだって絶頂でやめるじゃないですか。絶頂でやめるから伝説になるわけで。だから、バスプロっていい時になんかその新しい道にスパッと行った方がね、結構気持ちいいですよね。うん。その時やっぱりほら、自分はパチンコしかできないからとか言って結構思ったりすると思うんですけど、パチンコで勝つスキルって結構いいから。数字扱えるし、忍耐力あるし、行動力あるし、まあこれ結構この間ブログで語られたんですけど、まあでも実際見るとね、もっと自分を、ちゃんと見てた方がいいですよね。うん、俺はどうせ、立ち続けてできるじゃないとかさ、そんな辛いことは思わないんでね。だから、決して立ち向かうなって言ってるわけじゃないですよ。まあそうじゃないですけど、まあ世間一般からみたいなね、なかなか認められないもんなんで、どうせならね、どうせ一回きりの人生やったら、何でもやってみなさいよってことですよ。金持ってるから世界一周してた方がいいって。本当に。人生観変わるからね。うん。
日本は平和だからそんなこのパスポートとか気に入ってないけど、ね、アフリカの位置とか言ったら、ネパール人で死ぬわ、まあ絶対に。俺ね、精神力強いのよ、ほんと。他のやつより気持ちも強いよ、パーキングコーチはね。うん。結構どんな現場でも頑張れると思うし、どの国から別に勉強して何か覚えたりできるからね。うん。タブはありますよ。うん、まあ日本ですけどね。あ、まあタブも2回ぐらいありますけど。タブはした方がいいですね、やっぱり。ちょっとほら、人間って変化が嫌いじゃないですか。いつも同じルート通って、まあ、同じような、同じ足から靴下履いてとか、なんか変な人服持ってとか。うん。まあ、そういうのから一歩外れる。その一歩飛び出すって結構大きな勇気がいるんですけど、まあ飛び出すと結構気持ちいいんですよ。うん。今ね、手取り時代で、手取りもいいんですよね。で、やってみたらいいですよ。結構その、やらずに終わる。それって本当に意味がない。やろうやろうとしたら一生やんないんですよ。本当に。いつか飛ばせばもう出ないんですよ。マジで。だから、まあとりあえずやろうと思ったことはやってみたらいいですね。実際ほら、時間あるじゃないですか。バケツ打ったら、まあ、多少勝ってる人だったら、お金もあるじゃないですか。やってみればいいっすよ。うん。でも、その時にやっぱりね、正しい先生っていうのは必要なんで、まあ、それは見極める目っていうのは必要ですよね。で、実際その、バケツを打ってきて、例えばほら、当時騙されるとか、まあ、6が入ってるとか言っても、6なんかないじゃないですか。2分の1だったりしても、3分の1だったりするんでね。でも、それって結構逃げてるじゃないですか。うん。その魅力で結構、他の世界でも結構役に立つんですよね。うん。そういう、そんなんか、パチンコでしか役に立たないような知識と思ってるようなことで。あれ？これ声聞こえてます？声聞こえてない？声もダメ？あ、来たね、これ。来たね、これね。ごめんなさいね。これは何だろう？パソコンが悪いからかな。いきなり、イカ、みたいな。イカ。まあいいや。なんだっけ。すいませんね。復活。ちょっとわかんねえな。飛んじゃうかもしれないですけど、何喋ったの？ちょっとわかんないですね。あえて会員しかならないからパチクラで、最低これだけは稼げるって言ってよかったと思いました。まあ、やっぱり2万円前後じゃないですか。うん。さっきも言いましたけど、保証が何もないんで、
まあ、最低限の金を稼がないとやってる意味はないですね。1年以上稼働時間どれぐらいですか。今10時間ぐらいじゃないですかね。人生諦めたら25歳、一応立ち上げで行ったって、それはそれで全然いいと思いますよ。ただ諦める必要は全くないですね。パチンコをそろってやってもお金は貯まると思うんで、それを元にいろいろ考えたらいいと思います。仕事はどうですか。厳しいんじゃないですかね。まあ、機械は結構いいんですけどね。演出とかきついですよね。もうね、凶楽の、なんていうんだろうな。ずっとまた多分書いたと思うんですけど、もうなんか、かっこいいとか、感動とかやれた方がいいですよね。最近、筋肉マンのコンテンツ出すんですから、筋肉マンとかですげえくだらないやつ使った方が絶対面白いですよね。岩尾とか主人公で。全くコンテンツのくだらないの使った方が多分いいと思うんですよね。まあ、上司が許さないんでしょうけど。その通りだね。25歳諦めるんだ。その通り。毎日同じ服ってやった方がいいですか。やった方がいいですね。やっぱり、結構見てるんで、いろんな人が。見られてるんですよ。やっぱ店員にも、女性の店員にもね。最近そこでシャーンとしたら来るじゃないですか。同じ店は喋れないですけど、街中だったら多分喋れますよ。まあでも、その普段の、行いとかが、やっぱり、なんか出ると思いますよね。あの人、いつも同じ格好で、いつも同じ台に行って、いつも同じ服着て希望みたいな。それきついじゃないですか、やっぱり。まあ、きれいにしていく必要ないですけど、まあ、パチンコ専用の服って大体になっちゃいますけどね。2、3着ぐらいは回した方がいいですよね。筋肉とか押します。お店の中でその方法を教えてください。店員さんって積極的に喋った方がいいですね。まあ、それがダメなお店もありますけど、もう今日ダメだっていうのとか、今日はすげえだ。マジラッキーみたいな。もうそういう話はした方がいいですね。偉い人見つけたらもう出会いアピールした方がいいですよ。知らねえけど。出会い届けたら良くないけど、まあ、ボタンとか適当に押してね。店員通った時はボタン押すみたいな。それがいいと思いますよ。やってたのは、それはあるんですね。朝まで付き合います。結構時間経つの早いんでね。適当なところで切りたいと思いますけど、はい。もうちょっと行きますね。驚愕長いは本気で嫌い。さすがにちょっと黒いですよね。ジェニアルぐらいはそのバランスがすげえ良かったんですけど、まあ、インフォームがかなりバランスが崩壊してるんでね。ちょっと考えた方がいいと思いますね。安心、演出の変化が安心みたいな感じで今驚愕を言ってるんですけど、それもちょっと限界に来てますよね。やっぱり、ちょっと味付けっぽい。大味ですよね。すみません、AV が見えちゃうんだろうなか。見えないっすね、とりあえずは。じゃあ、本当にたまたま広島でやって、ビデオぐらい世界も、世界も変わったんですね。だけど、もともとそういう考えは、まあ、ありましたけどね。きっかけっていうのは、さっきほらブログでも書いてるんですけど、きっかけって何かわかんないんですよ。何かわかんないけど、まあ自分が動いてないとそれに当たることがないじゃないですか。まあ情報自分で集めますよね、やっぱり。で、集めて、まあダメって言うんですよ、その情報が。ダメってわかるじゃないですか。ダメってわかることが、成長なんですよね、自分の。逆にそれを疑って、かかって、まあ動かない。そうすると、これは何かわかんないんですよ。それって自分にとって大きなマイナスなんでね。だったらやってしまった方がいいですね。怖がらずに。で、上目だけで、どうせあれって、そういうもんでしょって、ね、聞いた風な知識で言うのは、まあ良くないですよね。自分にとって全くプラスにならないですよ、それが。それだけで見ますよ。最近は見てやるだけですね。俺は天才だっていうマインドが大切だってことですか。大切、けどそういう思い込みっていうのは大事じゃないですか。ネガティブシンキングって良くないんでね、やっぱりいい方に、
考えるのが成功してるでしょうね。やっぱ、ゲーム佐藤さんなんか、もう俺は偉いんだな。俺が一番だっていう人が結構多いんだよ、やっぱり。うん。まあ、それは極端かもしれないですけど、まあ、多少はね、自分に自信がないと、一歩踏み出せないですよね、やっぱりね。うん。後押しするのはやっぱ最後は、一歩踏み出すのは自分なんで、そこには自信が後押しになるんじゃないですか。うん。精神力は、そういうのはマックスで。めちゃくちゃ偉いですからね。まあ、風はよくしますよ。うん。で、手取りもいいですよね。はい。どうもありがとうございます。昔は悪いですが、いや、普通ですよ、普通。うん。他のブログ以外で、ね、何らかのサイト作った雰囲気か、まあまあまあ、現在進行中ですけどね。はい。いただきます。一歩踏み出す勇気が欲しい。これはね、欲しいと思ったらやれってことですね。踏み出せってことですよ。何かわかんなかったら、まあ、自分の信頼する人の情報を、まあまあやってみたらいいですね。うん。今ネットはそのリスクがないんでね、一番やるのが適してるんじゃないですか、やっぱり。まあ、パチンコスロットのその先にっていう話になると、ネットが一番近いと思いますね、やっぱり。まあ、手取りも近いんですけど、手取りがスロットの早いとかと、まあ、同じなんですよね。うん。だからスロットができる人間だったら、まあ、手取りは吹っ飛ばして、ネットに行くのはいいかな。まあ、リアルビジネスの入り口でね、手取りはいいと思いますけどね。まあ、物販は学べると思うんで。はい。前にパチコやってる言うたらドン引きされた。いつもパチコ入れてる今の方がいいとか分かったよ。いや、やったやったよ。そこはもう世間一般常識だからね。うん。いい悪いっていうのではなくて、まあ、それが当たり前というかね。うん。だからやってることは恥ずかしいとかじゃなくて、やるのは思いっきりやればいい。思いっきりやって、まあ、その、富を得て、それで、どうするかって考えるってことですね。うん。で、まあ、そのプレーに、その先の、まあ、ちゃんとね、自分がやった時に、もう一回そのプレーに行ってみりゃいいじゃないですか。俺今こんなことやってるって。うん。だから、パチプロやってるって認めてくれる人は、まあ、なかなかいないですよね。うん。それは変わってる人だと思いますよ。僕も536分の1、フリーズね。うん。パチプロである程度、例えば箱に移行して、忘れつけたところに建物に戻ればいいね。そうですね。うん。パチンコは逃げないんでね。まあまあ、まだまだ存在するんで、いろんな世界を見て、まあ、また戻っているのもいいですからね。うん。ちょっとね、他の世界は、同時進行でもいいから見てみた方がいいと思いますよ。楽しいんでね。まあ、人生一回きりないんで、何回も言いますけど。パチプロだけはもったいないですね。戻りました。鈴木さんは今忙しいでしょ、勉強してるから。ああ、すみません。衝撃映像。これでも演出。客舐めてるな、協力は。ああねえ、まあ、慣れてるってことはないんですけどね。ああ、で、光と演出。激しい役なので、まあ、このシャツポーションを煽ってるわけですよね。まあ、それをちょっと、まあ、許せないと許せないですよね。実際、シャツポーションが煽らないようにこう指導が入ってはずなのに、実際はマックだったり、光だったり、こう、行き手の平常心を失わせるように、失わせるようにしてますからね、シャツポーションが。まあ、変な状態ですよ。はい、最近また今日またプロ仕様になってきたのはどういうことですかね。まあ、これはまあ、結局、打ってくれないと、しょうがないんで、勝ち組の人にも、なんか打ってくれるように、出してるってことですよね。うん。まあ、それはありがたくやればいいんじゃないですか。鈴鹿さんは勉強中ですよ。頑張ってほしいですね。まあ、あの人なら大丈夫でしょう。最初にいくら好きになればいいですか。うん、まあ、あればあるほどいいですね。まあ、結構単純な雰囲気で100万ぐらい来ることがあるんで、それに対しては、みんなね、今までに認めなった人って、結構延長とかやってるんじゃないですか、結構早くかんですよね。
みんな選ぶなと思って。まあ、言うにはね、楽しんでもらえば、それでいいと思いますよ。まあ、自主的にはやっぱり、何かあった方がいいですね。まあ、結局、期待値って、で、投資が出たらそうですけど、まあ、パンクしちゃいけないんですよね。まあ、バンクのリスクがないような資金の回し方をしないといけないわけですよね。うん。今の立ち向こう、まあ、マックスが主体だとかなり荒いんで、まあ、それでも、1日2万円とかの期待値を取っていれば、まあ、50万円ぐらいあれば、普通の人は大丈夫ですね。うん、普通の人は。でも、まあ、ついてなくて、一気に、その、くじくになることもあり得るんで、まあ、そういう時は、運がないって諦めるっていう選択もあるかもしれないね。そればっかりはもう、しょうがないですね。今の価値が荒いんで、はい。あるいは友達と一緒に打ったり、リスクを分散するっていうのも大事ですね。うん、ライダーの虫で、ストーリー効果、薄いですよね。まあ、それはね、あれはもう、ちょっとね、みんながみんな拾えるようになった状況になって、まあ、お店も黙ってない感じですからね。うん、それはしょうがないですよね。どうしようかな。僕のデビューしま、だよ。デビューしてください。頑張ってください。初心者のオフを教えてください。いろんな合コンに参加してみたらいいんじゃないですか。うん。結構、頻繁に行われてるんでね。地域版とか。まあ、自分の知り合いでもたくさんやってしておりますし、まあ、よかったら紹介しますよ。はい。まあ、自分もそういう、まあ、会議からやろうとしてるんでね。まあ、よかったら来てください。そういろんな会議、まあ、実際に行くっていうのはやっぱり大事ですね。対面して喋るっていうのは。まあ、無理してそのパチンカで喋る必要もないんで、パチンカの外でね、まあ、喋ってみるのがいいのかなと思いますね。うん。パチンカは一個離れればみんないい人ですよ。大体。ウルガーさん来ました。ありがとうございます。常備収入が時間かかりますよね。まあそうですね。まあでもトレンド系だと結構早かったりするんで、まあやる手法にもよりますよね。うん。まあそれはやっぱ理解がないとダメなんで、どうしてしていいんですかって誰が、マッカーさん？ここに来るとだ。ちょっと待ってね。次のね、オミスリー。まあずっと続けるでしょうね。でまだまだ OK に3があるんで、しばらくは頑張ってほしいなっていう、抱かれてほしいなっていうのが、まあ、本音ですけど、また、あとは、アマとか出るじゃないですか。沖縄なんとか、アマとか。まあまあ、厳しいですよね。厳しくはないけど。うん。来てる人は玉織物どこで買いましたか？内緒です。これ一緒？一緒？しかも結構探しましたからね。こんなの探しても日本で売り上げですよ。言うたことに、山田さんの方を紹介しました。ありがとうございます。ありがとうございます。またまたやりますからね。お店にパチプロと認識体でできないってあるんですか？ありますよ。はい。お店がルールなんで、お店がお客さんと認めない方は、まあお断りなんですけどね。うん。まあまあ、どんな理由でも、お前顔が向かってくとかでも、まあ、出来になることはあるんでしょうね。実際それで納得はできないですけどね。うん。あれ、普通に接してから出来になることは、まあまあないですよ。何かやっぱり気が合うんだろうな、なんか目立つ行動があったんだろうな、と思った方がいいと思いますね。でもこれお店がルールなんで、そこは。マッコさんが天然だったので、マッコさんがスパイプが参戦してくれると思ってました。残念です。ん？どういうこと？来てくれる。マッコさん、チェックしないんですか？チェックしていい？あ、そういうことね。いいですよ、いいですよ。どうぞ、できる。ちょっと待って、もうちょっと。マッコさんは、その積極的な人が、あ、その理解のある人じゃないと、その、無理ですよね、パートナーとしては。うん、立ち位置的にはね。うん。まあ何でもそうでしょう。うん、そんな価値観とかもあるでしょうけどね。で、それを見つけるっていう、そのパチンコってやっぱ職種なんでね、なかなか難しいかな。だからそのパチンコ同士のコミュニティとか、で、やっぱその捕まえるというか、その、なんかするっていうのが一番いいですよね。うん。
ベストはなんかもう一つ違う勉強して、そこで同じような共通の趣味を見つけて、そこでなんかこう一緒に頑張るっていうのが一番いいですよね。うん。